はい、皆さんこんばんは。1月8日火曜日、サッカーキングハーフタイムスペシャルのお時間です。はい、というわけで本日のスペシャルゲスト、戸田和幸さんです。お願いします。はい、お願いします。いや、この番組の、まあ、ページっていうんですかね、 YouTube の方を立ち上げたのが、まあ、3日4日前ぐらいだったんですけども、はい、あの高評価というこの、まあ、グッドボタンですね、これがもう、はい、すでに70を越してるっていうのは多いんですか？これはなかなか、まあ、普段は絶対ないことです。あの本当に今もね、たくさんのコメント来てますし、めちゃめちゃ待ってたっていうような、ね、コメントも、はい、来てます。本当はお昼からなんですかね。まあ、お昼は月曜日から金曜日までやってまして、まあ、夜放送はだいたい週に1回2回とか、うん、まあ、やっているんですけども、まあ、2019年最初のビッグゲストということで。ああ、いい。戸田さんビッグではないですけど、はい、いや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 。この番組本当もうちょっとで1000回とかやってるんですよ、お昼は。はい、で、まあ、視聴者の方とかに、まあ、よくその誰来てほしいですかみたいなとかを、まあ、我々が呼びかけたりするんですけど、はい、戸田さんはまだかっていうようなコメントがいつも来るんですよ。はい、なので、まあ、我々としても念願の戸田さんに、徹子の部屋的な感じですかね。一応サッカー界の笑っていいと思って言ってますけど、はい、はい、あ、早速スーパーチャットということでありがとうございます。浜本さん、戸田さんいつも楽しく解説聞かせて、はい、もらってます。本当にサッカーキングハーフタイム来てくれて嬉しいです。あ、いえ、自分らのくらいの世代はやっぱり戸田さんといえば日韓ワールドカップの赤髪のモヒカンですと。今日はよろしくお願いします。僕のやっぱり印象っていうと、ね、やっぱりワールドカップっていうのがどうしてもね、はい、先行してしまうこと。いや、それでいいんですよ。今でも覚えてもらってるだけでもありがたいですよ。結構ワールドカップの解説もやってらっしゃいましたけど、はい、結構かぶったりするの好きなんですかっていう。いや、かぶったりするの好きなんじゃなくて、そこにありました。あ、なるほど。今回のロシアの時は、はい、赤いやつは僕が買ったんですよ、自分で。あ、そうなんですか。なかなかその現地感を出す場所がなかったから、はい、なるほど。 T シャツ着て、はい、かぶりました方が良くないですかって言ってやりました。はい、なるほど。あれは自作自演でした。すいません。そうなんですよ。はい、まあ、というわけで戸田さんに来ていただいて、まあ、約1時間ほどですかね、まあ、日本代表そしてアジアカップと、まあ、ご自身のご活動など、はい、まあ、いろんな話を聞いていただければと思うので、あと最後、まあ、5分10分ぐらいに、なるとは思うんですけど、皆さんのコメントをちょっと募りながら、質問に答えていただくみたいな、ね、コーナーをちょっとやりたいなと、はい、思っていますので、1時間ほどよろしくお願いします。はい、はい、高評価がすでにもう100を超えましたね。まだ始まって3分ぐらいですが、ありがとうございます。はい、この番組はニコニコ生放送、 YouTube、ペリスコープで配信しております。戸田さんを見に来たよ、サッカーキングまだ登録してないよって方はぜひよろしくお願いします。はい、では番組スタートです。本日の放送は毎月24日発売の J リーグサッカーキングの提供でお送りします。はい、というわけで早速、戸田さんにいろんなお話を伺っていきたいんですけども、まあ、やはり戸田さんと言いますと、その解説者としての、はい、まあ、ご自身のポジションというんですかね、もう、そうですね、確立された、今5年目ですね。あ、なるほど、ね、じゃな、まだ5年目か、5シーズン目みたいな感じですよね。はい、はい、で、まあ、僕の個人的な印象なんですけど、はい、中継の時ってなんか注目されるのが、それまではなんかアナウンサーの方に結構注目される方が、あ、そうです、ね、僕は多いのかなっていうふうに個人的には気がしていて、四天王とか言われてますもんね。あ、そうですね、まあ、倉敷さんだったら、まあ、そういう小ネタが詳しいとか、うん、まあ、そういったなんかいろんなキャラクターの方がいると思うんですけど、はい、その解説っていうところにやはりフォーカスされたのはやっぱり戸田さんが出てきてからかなっていうような、そんなことないと思うんですけど、個人的には僕はしていて、はい、まあ、もちろんその、ね、たくさんのコメントも来てますけど、やっぱり分かりやすいっていうのと、まあ、もちろん、はい、すごい量の試合を見てらっしゃるということで、まあ、その情報量っていうところと、はい、まあ、そのプレー面っていうところで、まあ、実際中継の中で出せる情報って限界があるんじゃないですか、はい、まあ、そうですね、まあ、じゃないですか、じゃあ限界があるんですよ、うん、はい、だから言うほど情報量出せるつもりではないんですけど、あ、はい、その試合の話もちゃんとしなきゃいけないし、はい、だからまあ自分の色をちゃんと出そうということで始めたんで、うん、まあ、その色が何でしょうね、できるだけ多くの人に届けばいいなって色に、うん、自分なりにこう一生懸命考えてやりましたけども、まあ、5年間やってきたらなんとなくその自分を支持してくれる人が増えてきたかなという意味では、まあ、狙い通りです。はい、はい、まあ、やっぱりその言語化っていうところがね、はい、まあ、もちろん著書であったりとか、まあ、他の動画番組とかにご出演されてますけど、やっぱり一番こだわってるポイントというところですね。基本もうプレイヤーじゃないんで、はい、解説する時って僕ほら言葉しかないですから、そうですよね、だから自分の口から出た言葉がちゃんとある程度こう映像にこう変わって、はい、視聴者の人のこう
頭の中にこう届かないと、はい、着弾をしないと仕事してる意味がなくなっちゃいますから、うん、まあそういう意味ではこだわってやってますけどね、うん、最近あれ戸田さんあのツイッター始められましたよね。ここ半年ぐらいですか。半年も経ってないですかね。ですか、はい、結構それ戸田さんのツイッターとかを見る限りやっぱりその視聴者の声っていうのがよりなんかダイレクトに届いているのかなっていうふうに結構思うんですけど、どうですかそこら辺の。なんかそんなになんかツイッター上で、はい、サッカーのことをああだこだこう、はい、語ってるわけじゃないですけども、はい、まあそういうやり取りをする場合もありますし、まあ意外なんでしょうね、フォロワーがたくさんついてくれたんだなっていうところは感慨深いです。あのそれで言うと戸田さん最初の方のツイートが、はい、サッカーキングのやつを引用リツイートしてくださって、ああそうかもしれない、ペップが練習をなんかすごいやるぞみたいな、はい、なんかそういったニュースだったんですけど、うん、それを引用リツイートして、うん、戸田和幸あの公式マークってあるじゃないですか、はい、あれがついてなくてまだフォロワーの方とかそんないなかったんで、はいはい、これ本物かな偽物かなみたいな、あこれ本物ですかみたいな来たかもしれない。そうなんですよね、はいはい、で我々もびっくりして、はい、一応あのすぐフォロー返してみたいな、はい、まあインスタとかもねやられていて、はい、まあ、最近その戸田さんの、まあ、その視聴、まあ、現在もアジアカップやってますけど、うん、まあ、こういうシーンがあったとか、はい、まあ、いろいろそういうところであの視聴者の方の接点も増えてきてるのかなと、はい、あ今リンクで戸田さんのツイッター出てますのでぜひ皆さんフォローしていただけると、はい、吉野家行くんだねみたいなコメント来てますけどね。吉野家はね、はい、僕4年ぐらい単身だったんですよ。ああなるほど。で半町町界隈に住んでたんですよ。あそうなんですか、はいはい、もう住んでないから言えるんですけど、はい、でご飯食べる時間がそんなになかったんで、なるほど、基本的にずっと作業するじゃないですか、はい、だからパッと食べられるものがいいんですよ。まあ、本当冬になるとやっぱり牛すき鍋膳は美味しいなと思って確かに言ってました、ね、なるほど。3日に1回は食べてましたね。吉野家公式からも来てましたよね。あれがだから大分の代表戦の後に、あ、はいはい、もうホテル戻ったらすぐ次の準備をしなきゃいけなかったんですよ。なるほど。時間ないなと、はい、だ帰り際にタクシー乗せたら見つけたんで、はい、で行ったんですよ。でちょっとパシャって撮って、はい、あのツイッターに上げたら、はいはい、公式のアカウントのなんか返事をいただきました。それ以降何もないですけども、ね、なんかこういう丼とか届くかと思ったら何もありませんみたいな期待は、はい、うっすらJALから待ったんですよ僕。なるほど、はい、国際線乗った時に、はいはい、機内でまた牛丼出てきたんですけども、はい、それもJALの、 あの公式のアカウントから、あ、はいはい、帰ってきたんですけど、はい、それ以降何もなかったです。じゃあちょっと継続的にこっそり、はい、はい、まあ、戸田さんあのもちろん解説もやられていらっしゃいますし、まあ、昨シーズンで言いますと、慶応義塾大学のソッカー部の、はい、まあ、C チームの方で指導もされて、はい、まあ、S 級も取得されてと、そうですね、はい、いうことで本当、まあ、充実の2018年だったんじゃないかなと思うんですけども、まあまあ、欲張ったな俺はっていうところはありましたけどもやると決めたらもうしっかりやらなきゃいけないんで、うん、はい、なんか時間のコントロールというか、はい、時間を作ることにこれだけなんでしょう神経使った1年はなかったですね。なので、まあ、やっぱり試合は早送りできないですからね、なんなら巻き戻ししてっていうような話もあの調子がありましたけど、あのアウトプレーになった瞬間にヒュッて飛ばすってことはありますけど、はい、基本的に早送りするよりは戻すことが多いんで、そうですよね、だ1試合見る時間も年々なんか長くなりますし、はい、なんか5年前の自分 の、 そのサッカーの見方ってまだまだ甘かったなとか感じるぐらいですからね。ちなみに年間で150試合ぐらい見られてると、あ、中継を担当するのは150ぐらいなんですね。あ、じゃあ各チームだからかけるいくつみたいな感じにはなりますけども、はい、あ、そうそう、まあたくさん見れば別になんかサッカーのことが分かるわけでもないですけど、一生懸命なんかそこにあるものを探そうと思って見ると、うん、気づくことあるかもしれないです。そうですね、やっぱりなんかしっかりノート取りながら、まあ、たまに僕もやりますけど、ノート取りながらっていうのと、はい、ボケットをソファーに寝転がってってまたちょっと見え方って全然違いますよね。あ、持ってくればよかったですね今日ね。あ、ノートですか、はい、あ、はい、そう、確かにこういろいろね、はい、自分なりにこう残しておきたいポイントは書きながら見るんで、まあ、多少時間は食いますけど、まあ、その方がこう自分の中に残るものはありますね。そうですね、はい、まあ、なんといっても2018年は、まあ、一つやっぱりサッカー界のビッグトピックスである、ロシアワールドカップ、はいはい、戸田さん実際に現地で、解説も TBS 系列の方で行ってらっしゃいましたけど、ね、はい、この大会、まあ、最終的にフランスが優勝して、はい、まあ、日本代表も、まあ、下馬評を、まあ、一応覆してっていう形になったと思うんですけど、うん、はい、まあ、簡単に2018年大会を振り返っていただけますか。まあ、やっぱりそのトレンドっていうのが、はい、サッカーにもありますけど、はい、やっぱクラブレベルと代表レベルのサッカーっていうのはやっぱり同じものには ならなくなってきましたし、もちろんクラブレベルですごくいろんなものをこう教え込まれたり鍛えられた選手が、まあ、こうキュッとこう集まった時にできるものってありますけども、基本的にはやっぱり
あの守備からっていうところを考えて、ね、プレーする国は多かったですし、うん、だからその守備戦術の部分と取ってから あのカウンターですね、そうですね、速さ、攻めの速さ、だ僕がロシア行って一番最初に担当した試合がフランス対アルゼンチンだったんですよ。ああじゃあ一番この大会の中ではびっくりするぐらいの、ね、スピードで駆け抜けるみたいな試合がありましたけど、はい、まあ選手もどんどんアスリート化してますし、やっぱ空間があるようでなくなってたりとか、一瞬でこうあの攻防が入れ替わって局面がガラッと入れ替わるみたいなところがやっぱあるので、でプラスアルファでいうとやっぱ4年に一度の世界大会、はい、やっぱ国を背負って戦う選手たちの熱量ですね、見る側の熱量もそうだけど、ね、プレーする側の熱量が、あの僕もまあ海外 その試合を現地で見たり、チャンピオンズリーグだったらファイナルを現地で中継させてもらったり、いろいろ経験はありますけど、ワールドカップの試合でやっぱりこうプレーしている選手たちの、まあ、熱量というか、その本当にこう限界まで走り切る、出し尽くすっていう感じは、あそうか自分もそうだったなって思い出しましたけど、はい、ワールドカップ出た経験があるので、そこを逆にすごく感じましたかね。僕あの、うん、ちなみにワールドカップ前にあの宮本恒也さん、まあはい、今監督やられてますけどにインタビューしたあのさせていただく機会があって、はい、その時やっぱりそのゾーンに入ったっていうようなことはおっしゃってて、はいはい、やっぱりその4年に一度っていうのと、やっぱその観客のなんですかね、雰囲気とかっていうのは、うん、やっぱり違いますかね、このクラブチームと代表チームっていうのももちろん違うとは思うんですけども、戸田さんご自身の経験からして、ね、やっぱり自分が持ってるもの以上みたいな感じで持ってるものしか出せないんですけど、あ、はい、それ以上のものを出さないとっていう気持ちにはなるんですよ、まあ、メンタル面、ただメンタルの部分を逆に言うとしっかりコントロールしないと、はい、パフォーマンスは乱れるんですけど、はい、もう別に好み滅びてもいいやっていうぐらいの気持ちにやっぱりなるんで、やっぱここにこうなんですか、あの国旗が結局縫い付けられてるわけじゃないですか、はい、やっぱ特別なんですよそれは、うん、クラブでプレーする時もクラブに対する忠誠心もありますけど、はい、その試合に貸したい気持ちもあるんですけど、代表のシャツ着てプレーする時はやっぱりね、やっぱ違うんですよ。そうですね、うん、やっぱり日の丸顔ですね、重たいですよ、重たいけど、その重さをしっかり感じてプレーするには、逆に言うとそれだけの思いがないと耐えられないんで、うんうん、まあ、コメントありますけど我々にはね分からない感覚ですかね、これは我々は普通にレプリカユニフォーム着ちゃうんででもレプリカを着たとしても、はい、ここにほら日の丸が縫い付けられてたら違う気持ちになりませんだって、はい、そうですね、なりますよね、まあ、あの国家斉唱の時自然とこうやっちゃいます、なりますよね、はい、でなんかその瞬間にそこにいる人たちとなんかこう一体感生まれるじゃないですか、そうですね、そういうもんなんで、はい、やっぱりなるほど、うん、やっぱりその国を一つにするっていう、ね、力が、まあ、あのベルギーも3位になってすごいパレードとかやってたりとか、はい、まあ、日本代表もね行く時はあの僕も成田空港行ったんですけど、まあ、正直ファンの方あんまりいなくて、ですけどやっぱ帰国時のもう本当何十倍何百倍くらいに増えていたりするんで、やっぱそれだけ影響力、まあ、期待度は高くなかったですもんね、はい、まあ、そうですね、それもありますね。僕は初戦はあの東京ドームで、はい、パブリックビューイングやってたんですよ、あコロンビア戦で、はい、はい、どうなるかなと思ったらもういきなり退場してたじゃないですか、もう一気に雰囲気変わりましたねそうですよ、会場の、はいはい、まあ、それがもう1年前っていうか、まあね、もうワールドカップもちょっと懐かしいぐらいになってきましたけど、早いですね。そうですね、はい、うん、戦術的なところでちょっとあのコメントも来てたんですけど、はいはい、やっぱりそのカウンターっていうところが、うん、まあ、今のサッカーでいうと、まあ、クラブレベルでやっぱり、ファブレ監督のドルトムントとか、はいはい、クロップ監督のリバプールとかっていう、うん、やっぱ奪ってから早く攻めるっていうのが、うん、まあ、結構このサッカー界においてはボールポゼッションからはちょっと変わりつつあるのかなっていうような印象を受けたんですけど、まあ、フランスもそうですよね。でもなんか逆にリバプールは、はい、今シーズンはあれですよ、ゲームコントロールする方に少し肘を置いて、はい、例えば相手が下がって守ったとしても、うん、それを打ち破れるだけのものを、まあ、選手も入れ替わる中で逆に言うとこう身につけつつありますし、だからリバプールって失点数めちゃくちゃ今少ないですよ、まあ、この間初めて負けました、ね、この間あのシティに2点取られたじゃないですか、はい、だからそれで10ですから、ああそうです、ね、20試合超えて8点とか10点ぐらいの失点数しかなかったんですよ、はい、うん、それって何かっていうと選手の質もあるけど、その行ってこいの五分五分の戦いだけじゃない部分を、まあ、取り入れてる部分もあるんで、ただやっぱりボールを保持するってことが何でしょう、リスクになってきてる時代かもしれませんよね、特にミドルゾーン、そうですね、はい、だからこう保持することはイコール別にアドバンテージも何でもないので、保持させたとこから奪って確かにこう出てくっていうところを、それはアジアカップもそうですけど、まあ、そういうことを考えてきちんと守備から攻撃につなげてるっていうところはクラブチームでやっぱり出てきますから、
サッカーやっぱどんどん変わりますよね。そうですね、うん、まあ、後ほどアジアカップの話をたっぷり伺うんですけど、うん、まあ、オーストラリアは初戦で敗れましたけど、ボールポゼッションで言うと確か73とかっていう数字だったんですよね、はいはい、まあ、それだけボール持っててもやっぱりそれが、まあ、有利不利とかっていうので、まあ、一概には言えないですけど、まあ、ポゼッションっていうところ手段ですから、手段です、ね、持つことは手段なので、うん、目的はゴールを奪うとか、はい、相手をどんどん、まあ、押し込むことがまず優先されるのかもしれませんけど、うん、そこから先っていうか、まあ、逆に言うとそのゴール前のところからの逆算でいろんなものを組み立ててないと、ボール持ってることだけでは逆に言うと何も起こせないっていうところはサッカーに実はあるんで、はい、だそういう意味では守備戦術もまたすごく、まあ、複雑になったり高度になってきてるんで、はい、今度そこにどうするの攻撃ってまたフェーズでこう、うん、どんどん切り替わるんでしょうけど、はい、まあ、基本的にはチーム作るときにやっぱり守備から作った方が何でしょう、計算は立ちますよね。まあそうですよね、ボールを持たないプレーですから、まあ、はい、その人の配置と奪いに行くポイントとそのタイミングをしっかり合わせればボール奪えるんで、あと奪った先にどうやって攻めるかっていう意味では、うん、基本的にスペースが多いから、そうですね、攻撃はしやすいんですよ。だそういう意味ではボールを常にこう保持するっていうところを大事にしながらサッカー作る方がやっぱり難しいと思うんで、うん、だそういう意味では何でしょう、そこで生き切るだけのチームっていうのはそんなに多くないんじゃないですか。うん、そうですね、うん、はい、まあ、というわけで、まあ、2018年の、まあ、振り返りもたくさんしていくと、もう本当に日が暮れてしまうとか、はい、もう日暮れてるんですけど、はい、では、まあ、アジアカップがいよいよ日本が明日初戦、まあ、明日の夜ですか、8時から、に加えて、まあ、もうすでに大会自体開幕していて、はいはい、まあ、オーストラリアがやっぱり敗れたりっていうところで、はい、注目度がなんかちょっと狙っていたわけじゃないですけど、ちょっとなんか高くなっているなっていうような気がしていて、はいはい、いやでもアジアはやっぱり一番を決める大会ですからね。そうですね、うん、まあ、やっぱりその初戦っていうところはまあ難しいっていう、そのなんですか、枕言葉的な感じに使われていますけど、はい、なんかそれがちょっと今大会翌日にまあ UAE も引き分けだったりとか、まあ、韓国も勝ちましたけどちょっと苦しかったりとか、はい、まあ、韓国に関しては点が取れなかったんで苦しく見えたかなっていう感じです。内容的には、フィリピンですね、UAE、オーストラリア、はい、タイ、だこの3つに関しては、まあ、引き分けもしくは負けなんですけども、はい、やっぱり持つことがちょっとこう目的になっているように見えがちなところはありましたし、はい、まあ、相手チームのヨルダンとかあとはインドかすごくこうきちんとスリーライン作ってハードワークしてましたし、やっぱそのカウンターの形持ってたんで、そういう意味では何でしょう、うまくいってなかったですね。それでいうと、秋津の、まあ、戸田さんも、はい、ご自身でご取材されてましたけど、はいはい、まあ、長友選手が言っていたのは、まあ、はい、アジアカップは落とし穴だらけみたいなことを言っていたりとか、その初戦が難しいっていうことは、まあ、承知している選手たくさんいるとは、まあ、思うんですけども、はい、まあ、戸田さん、コンフェデレーションズカップとかワールドカップとかご経験ありますけど、はい、その初戦が難しいっていうところをちょっともうちょっと紐解くと、どういったところが難しいっていう、まあ、試合数短いですよね。ああ少ない、ああ、はい、で試合間隔も短いですよね。だからそういう意味で初戦を勝つか引き分けるか負けるかでその後の展開はガラッと大きく変わりますし、やっぱ勝ちと負けだと雰囲気も変わりますし、やっぱりこう限られた人数で外部からの情報もこう遮断する中でこう大会を過ごすわけじゃないですか。はい、だから1回もしそこでこう何かこうマイナスの要素が発生した時にその集団の中できちんとそれを何でしょうね、解決して次に向かっていくことができるのかっていうのは意外に難しかったりすると思うんですね。やっぱりその大会勝つごとにその乗っていけるっていうのはやっぱりありますか。はい、やっぱり結果残すチームはもちろん準備段階もしっかりできるんでしょうけど、大会の中で例えば当初想定してた選手じゃない選手が活躍する、まあ、いわゆるラッキーボーイとか、はい、大会を戦っていくにつれてチームが成長していくか、もしくはあこの形の方がいいっていうのを見つけた時にそこにスムースに移行できるところ、だからやっぱりこう本番が始まってみないとわからないところってあるんですよね。だってオーストラリアってその直前のオマン戦は 5-0 勝ってるんですよ。で僕も見ましたけども、はい、確かに思うようにできてました。まあ、自分たちがそう、それはでも見比べてみたら相手の守備のやっぱり、まあ、統制の具合とか多分強度が違うんですよ。それが本番になった時にやっぱりうまくいかなくなっちゃったんで、うまくいかない理由は多分あるんですけど、なるほど、あると思いましたし、はい、やっぱ本番になった時のその気持ちの入り具合もやっぱ全然違いますもんね。あと酒井選手も
言ってましたけど、そのブラジルっていつもこういう感じなのかなっていうのは、そのやっぱり日本代表はアジアの大会だとある程度ボールを持って自分たちが結構主体的にできるけど、逆にそれがあのワールドカップだとまた逆になったりとか、まああのボールを持たれてこっちがカウンター気味の攻撃仕掛けるとか、まあそういうことがあったりとか、まあそれこそ相手の国はまあ FIFA ランクで言うと日本より下の国がまあ多いわけじゃないですか。まあそこからやっぱり日本を食ってやろうっていうようなこういうモチベーションだったりとか、もう4-4ブロックを敷いてもひたすら耐えて一発にかけるじゃないですけど、まあそういった戦い方、セットプレーとかをしてくるっていうところがやっぱりその怖いし難しいみたいなことは言っていたんですけど、まあ確かに例えばイランね、ワールドカップの時にじゃあ彼らがどうやって戦ったかっていうと、もう後ろですよね。そうですね、まあ、ベイランバンド含めてやっぱりこの守備強度っていうのは高いですね、でもあれですよ、初戦見たら、まあ、きちんとプレーはもちろんできるんですよ、能力高いですしコレクティブだし、しっかりポジション取った中で相手の穴作ってそこに入っていけるだけのやっぱりものは持ってるんで、確かにアジアとその一個上のね大会に出た時ではサッカーは変わる可能性はあるし、それができるのかできないのかっていうのと、まあその立場が変わるっていう意味ではあの難しさあるのかもしれませんけど、まあ、この著書にもありましたけど、はい、あのやっぱりそのプレーモデルっていうんですか、ね、自分たちのやっぱ形は持っておいた方がいいみたいなことも、まあその全体として共有できるやっぱりイメージとかビジョンがないとですね、結局プレーする時に繋がらないですから、でそれが例えば対戦相手との力の、 あの力関係だ、もしくはその時の試合の重要性とか勝ち点の状況とかいろんな多分ことがまたそこにこう加わってきて、まあゲームモデルとかゲームプランっていうところに行くと思いますけど、基本的には我々はこれで戦うっていうのは持っておかないと、逆に言うとどういう選手が必要かもわからなくなっちゃいますし、選手個々にこう与えるタスクも曖昧になりやすいんじゃないですかね、なるほど、それでいうと、まあ森保ジャパンとしては、まあここまで、5試合行っていて4勝1分け、まあ負けなしというところで、はい、まあ、国際親善試合とまた国際大会って公式戦比べるのはまたちょっと違うんですけども、ここまでの5試合ご覧になった率直な感想っていかがですか、はいはい、とても選手が躍動していると思います、まあ、そうですね、それはやっぱりコスタリカ戦のなんですかね、その結構鮮烈な印象ってなりましたよね、はい、だからそういう意味では何でしょうね、あのクラブチーム的にまずコンセプトをしっかり提示して、はい、でそこに対して一つ一つこうトレーニングでまず選手にあのそのチームでプレーするために必要なことを落とし込んでいくというよりは、まあ、代表なんでどうしても活動期間短いですよね、でなお今のスケジュールだと、まあ、ヨーロッパでプレーする選手も多いんで、まあ、チーム作るのは難しいと、だからまあ自分が見させてもらった感じだと選手たちができるだけこう日常のままプレーができるフォーメーションを採用してそのポジションに置いてあげて、もちろんその全体としてこういうことを目指しますよっていうあのそれなりの大枠はあの間違いなく与えてますけど、やっぱり中の選手たちにコミュニケーションを取ってプレーしようってい う, こう主体性も求めながらっていうのは感じますし、そこまでこうすごく細かく細かく作ってるわけじゃないっていうのは、まあ実際に僕はその森保監督と話もしたこともあるんで、そんなにこうガチガチのものはない分選手は伸び伸びプレーをするし、伸び伸びプレーした時にちゃんとこう形として我々にエキサイティングなものを見せられる選手が、まあ、いるってことですね、うん、そうですね、うん、はい、戸田さん現役時代森保監督は広島時代にちょっとかぶってる気がありましたね、はい、森保さんはどういった方ですか。いや誠実で、はい、謙虚で、でもあれですよ、熱意はすごいですし、うん、プロだと思います、うん、そのこう立場にこう徹することができるので、はい、うん、コーチの時は逆に言うと出すぎませんし、ああ、はい、監督になってからはそのコーチ、自分の周りにスタッフの人たちもリスペクトして、選手のこともリスペクトしながら全員のこう力をうまく引き出してこうチーム作ってる感じはありますよね、まあ、実際に指導を、まあ、現在監督になりましたけど、またちょっと変わったみたいな印象とかってあります、はい、このままですか、まあ、自分が選手の時は森保さんに直接指導を受けたわけじゃないですけど、はい、ただ何でしょう、よく見てますよね、うん、練習中は、はい、うん、自分がこう常に輪の中に入ってトレーニングをこう進めるとか、選手にどん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 こうコーチングするわけじゃなくて、よく見てると思います、うん、でポイントポイントでこう言葉をかける感じなんで、それは当時から変わってないかなと思いますね、まあ、本当にあの会見とか見ていても本当よく選手見てるし、はい、
まあ、あの選手が本当信頼してるっていうのが、うん、まあ、あのサッカーキングで牧野選手にまあインタビューしたんですけど、やっぱ森保監督のためになんかやってあげたくなるみたいな、はい、そういったなんか力を持っている方っていう、ね、ふうにおっしゃってて、まあ、本当その通りだなっていうふうに、まあ、外から見ててもやっぱ思うので、なんか組織運営で考えると基本的に監督って、はい、まあ、僕は上じゃなくて前だと思ってるんですけど、基本的に選手に対しては物事を決める立場の人なんで、まあ、いろんな監督さんいますけども、はい、やっぱりこう 上下っていうか明確に決定権持ってるのは俺だよっていう形で振る舞う人もいるんですよ、はい、まあ、これはいるんですけど、だ森保さんの場合はちょっと違いますよね、まあ、全体をですか、ね、俯瞰で見るっていうんですかね、あの選手のことをよく見てるっていうのもあるし、はい、リスペクトしてますよやっぱり、うん、で代表選手だからっていうのもあるし、もうヨーロッパでプレーしてる選手も何人もいるん で、 そうです、ね、やっぱその選手たちが持ってるものをきちんと活用するっていうことは感じますし、うん、あの受け答えだけじゃなくて選手とのこう接してる場面を見ても、はい、すごい丁寧だと思います、はい、うん、コメントありましたけど後ろからそっとしてあげるみたいな、そうですね、上から押さえつけるとか、あ、はい、あの簡単に言えば命令するとか、はい、そういう方では全くないんで、すごく勉強になりますよ、うん、はい、で日本代表こちら一応メンバーをざっとですけども、はいはい、ボードで並べまして、まあ、23人の発表があった際は、まあ、不祥離脱でちょっとメンバーが変わったりしたんですけども、はい、それまで9月から11月に呼ばれていた、まあ、23人で構成されていたので、はい、なんかあまりなんかサプライズとか、 なんかそんなに大きく話題っていうのは、まあ、正直なかったかなというふうには、はい、まあ、思ったんですけども、はい、まあ、まずは浅野選手に代わって武藤選手が招集され、はい、でまあ、現地で中島選手と森田選手が離脱して、うん、で塩谷選手と乾選手が呼ばれたと、言った話になっております、はい、ちなみにこれ一応、うん、まあ、あ、そうですかね、北川選手、まあ、キルギス戦だとこんな感じですかね、下でしたけども、戸田さんから見てこの23名っていうのは、まあ、これまでの流れを踏襲すればこんな感じといったとこですかね、まあ、新たな選手を呼ぶっていうところでもないかなと思うんですけども、まあ、なんかこうすごく意識して誰かを呼ばないとか、はい、呼んでるっていう感じはしないです。なるほど、はいはい、もちろん年齢のバランスは考えてるかもしれませんけど、まあ、そうは言っても冨安はもうだってきちんとね向こうで試合出て代表でのパフォーマンスレベルも高いですし、南野とか堂安とかね、あの若手って言われてますけど若くはないんですよ。そうですよね、サッカーの世界で言ったら若くはないんですよ。でもしっかりねヨーロッパでも実績を積み始めてる選手だから若手っていうわけでもないですし、だそれ若手ってなると多分もう一個下の年代になったと思うんで、だそういう意味ではもうバリバリ中心でやって良い年齢の選手だと思いますから、で確かにまあ大迫はいて、あの中島外れちゃいましたけども、まあ、前の4枚がすごく目立ってましたよね、はい、これまでの代表戦は、だ要はそこにしっかりボールがタイミングよく入るように後ろから作ったっていうのは間違いないと思いますし、だからトレーニングの話を選手に聞いた時にやっぱタッチ数をこう結構ね変えると、で自分が見させてもらったゲームもそうだったんですけど、ただコンセプトとしてやっぱりしっかり縦のボール入れた時にスピードが全体でグッて上がるっていうところだと思うんで、それはこれまでの代表戦見ても間違いないと思いますけど、だそういうところをしっかり意識した中で、まあセンターバックがいて中盤の真ん中がいて、でそこでしっかり時間作りながら入れるボールにサポートするところを多分目指してますから、まあ最終ラインに関しては年齢だけじゃなくて能力と実績がまあ言うことないでしょうし、基本的にそのファーストチョイスが出ることができれば、ゴールキーパーのところはどうですかね、僕が空き巣で見たときは一番最初が東口だったんで、ただまあサイズとかそのキックの部分を考えるとシミとダニエルもすごく期待されてるなとは感じますし、まあ権田もそういう意味では彼がいなかったら多分所属クラブは J1 に残れなかったと思うんで、そうですね、それぐらいすごくいいね、いいシーズンを送ったっていう意味では誰が最初出るのかなっていうのはすごく楽しみですし、そうですね、あとはちょっと気になるのはやっぱ青山がちょっとね足が痛そうでした。あ、なるほど、で膝が痛くて離脱した時あったんですけど、はい、ちょっと慢性的なものあるのかもしれないですし、だ中盤のセンターが誰になるかっていうところは、まあ、柴崎が軸になるのは間違いないと思いますけど、ここ重要かもしれませんね、人選が。それでいうともともとここはまあ森田選手でしたよね、はい、まあ、かったですよ。単純にまあ考えるとやっぱりこの2人はまあ守備的って比較的言われていて、はい、まあ、この2人はロングレンジのパスとかが、まあ得意としている選手ですけども、まあ森田選手、まあ、J リーグ組をやっぱりこの時期に呼ぶっ
ていうのはもう正直選択肢として森保監督なかったのかなっていうところで、多分塩谷選手が、まあ追加で招集されてというところで、まあ、結構ここはまあサプライズと言いますか、そうですね、まあ、中島選手、乾選手っていうところはまあポジション的には、はい、まあ大体得意エリア一緒ですし、はい、ここでまあ塩谷選手を結局まあどこで使うのかっていうのがちょっとまだ基本後ろだと思いますけどね。こうあの現地行ってからのゲームだと冨安が中盤だったって情報もあって、そうですね、はい、まあそれができる選手だと思いますし、はい、塩谷は基本的にまあサイドバックもできますけど、はい、まあ、後ろの選手じゃないかなというふうには考えてると思うんで、うん、そうですね、まあ、確かに森田のパフォーマンスは空き巣の時もすごく良かったんで、そうですね、だ現状森田と柴崎かなとは思ってたんですけど、はい、遠藤もちょっと熱が出たとか情報ありますしね。そうですね、遠藤選手39度ぐらいまでで結構、はい、まあ、高熱で1戦目はちょっとどうかなっていうところかなと思うんですけども、うん、この冨安選手のこのボランチ起用っていうのは、はいはい、戸田さんから、まあ、使われるかどうかってまだ分からないけど、彼あれですね、はい、やってましたね、彼が出始めの時僕結構中継で入ってたんで、はい、早くこの子はヨーロッパに行くべきだって言ってましたけど、はい、できるとは思います、うん、ただ後ろでなんかこう彼がどんなセンターバックになるのかっていうのを見たい気持ちはありますけども、うん、この大会で考えたらできるだけのものは持ってますし、まあ、あとは周りの選手のコンディションの具合とか基本的には監督は後ろで考えてるはずですけど、そうですね、まあ、まあでもね、いなくなっちゃった選手のことを考えて、はい、まあ、あとはその1回テストした時の感覚がどうかですね、はい、そうですね、まあ、非公開だったのでこれはちょっとどういった感触だったのかっていうのは、はい、まあ、冨安選手もちょっと非公開だから言えないんでみたいな、そうです、ね、感じだったんですけども、うん、まあ、ここボランチってまあ中盤、まあ、短期大会で、まあ今回から1カ国24カ国でやるので7試合になったじゃないですか、はい、そう考えるとやっぱりここはやっぱ消耗の激しいポジションですし、やっぱり4枚で考えてるって感じなんですかね、うん、そのね、なんかローテーションみたいなことを多分入れた方がいいんですけど、はい、っていうことは最初の2つでしっかり結果を残さなきゃいけないの で、 そうですよ、ね、かといってもまあ7つ全部戦える保証もないし、はい、難しいところですけど、まあ、2セット欲しいですよね、うん、しっかり、ね、しっかりできる2セット欲しいんで、はい、だ僕は青山のコンディションがちょっと気になるかなと、うん、そこはありますかね。戸田さん現役時代はまあ主にこの辺のポジションをやっていたと思うんですけども、はい、代表のこの守備っていうところに関してはどういった印象ですか。ここまでの代表戦見てた時にすごく特徴的なプレッシングをしているわけではなかったです、はい、ただまあ大迫がいて南野がいて、もう彼なんか所属クラブで何やってるのって考えると、秋津のその琉球とね、はい、やった試合でもやっぱり目立つぐらいポジショニングもしっかり考えながら、やっぱスプリントでね相手に襲いかかる、やっぱりファーストディフェンダー自分がなるっていうところはやってたと思いますし、そうやっぱプレーの連続性も増えてきたんで、だここのきっかけが後ろ2列目3列目にボールの奪いどころをしっかり見せていくっていう意味では、まあ、前の選手はすごく重要ですし、ただまあこれまでの代表戦見た時に相手が3でも4でもそれの試合によって何かこうプレッシングを変えたっていう感じがなかったん で、 でその細かいところまでは作ってないっていう話も聞いた前提で、まあ思い返してみても、まあこれまではその守備っていう方に関してすごく特徴的なことはなかったと思いますけども、まあそれぞれのあの戦術的な理解力もやっぱり代表選手だから高いし、で基本的にはボールをしっかり保持する中でのプレーに対しての押し上げと、基本的に奪われた後のネガティブのトランジションのところ、だそういう意味でやっぱりここは大事になるんですけど、だ一番大事なのはボール奪われた周辺だと思うんで、そういうところはすごくこう意識としては徹底されてる感じはありましたから、なんかこうここが危ないよっていう感じはなかったですけど、ただまあクロスに対する対応だったりセットプレーのところは、まあ、これはどこの国でも一緒だと思いますけどね、難しさはあると。そうですね、だそういうことをさせないような守備はしなきゃいけないと、まあ、前から行くってなると、まあ、守備陣というよりか、まあ、南野選手が何ならこのツートップ気味っていうんですか、4-4、まあ、横に並びますね、なってプレスをかけるみたいな感じですね、はい、うん、はい、まあ、その中でもまあ、やっぱり中島選手の離脱、まあ、ここはまあ他にも宇佐美選手もいたりとか、はい、まあ、武藤選手をちょっとどこで使うのかっていうのがちょっと森保監督がどう考えてるのかなっていうところはありますけど、はいはい、やっぱりここの2列目っていうのが今かなりフォーカスされてると思うんですけど、中島選手の離脱っていうのは戸田さんも、まあ、これは結構驚きだったと思うんですけど、まあ、そこはやっぱり乾選手、まあですもんね、まあ、ちょっとしょうがないですよね、そこ、まあ、あとはだから乾がそのワールドカップ終わった後に、はい、ベティスに移籍しましたけども、はい、
なかなかそういう意味ではそうですね、そうですね、ポジション確保まで行ってないですよね、うん、結構複雑なやっぱりあのサッカーを、まあ、志向しているところもあるんで、でもどっちみち新しいクラブに入ったらですね、そんな簡単に何でしょう、その選手が本当に軸として迎えられない限りはある程度適応するまでの時間が必要だと思うんで、そうですね、はい、ただまあ逆に言うと こちらに来たので所属クラブで適応する時間がちょっと削られるっていう意味合いはありますけど、まあそうですね、でもここまた代表に来て自分のリズムでプレーができれば、まあ、プラスにはなるでしょうし、うん、パフォーマンスが落ちてるっていうよりは、まあ、ちょっと強い機会もらえなかったっていうところはありますけど、中島との違いはやっぱそういう意味ではコンタクトプレーにも中島の方が強いんで、逃げずにプレーができますし、ボディバランスもしっかりしますよね、中島選手。乾の方がそういう意味ではよりこうポジショニングのところも意識しながら常に半歩相手の前でプレーするっていうところは意識していると思いますけど、で守備で言えば乾の方が豆かもしれませんし、うん、そうですね、連続性はありますけど、うん、そういう意味では中島の方が目の前に相手がいても、まあ、ぶち破っていくだけのボール運んでいく力もあるんで、まあ、ゴール前のそういう意味ではあの決定的なプレーができる質もありますし、まあ、いないのは確かに少し残念だなと思いますけど、まあ、原口も逆に言うと彼ができることをしっかり表現してくれれば十分活躍ができるんじゃないかなと思うんで、まあ、どちらが出るのか少しここは見ものかなと思います。現状はまあおそらく 4-2-3-1 っていうこの布陣 で、 そうです、ね、まあ、今大会も戦うと思うんですけど、はい、まあ、これが適正なフォーメーションかっていうところもまたちょっと、はい、まあ、森保監督っていうとそれまでやっぱり3バックをずっとやってて、はい、マンダー世代でも3バック導入したりとか、はい、まあ、もちろんサンフレッチェやってたりとかっていうのもあったと思うんですけども、うん、やっぱ現状はやっぱこの 4-2-3-1 っていうのが適正というか、まずだから森保さんイコール3バックっていう考えはやめた方がいいんですかね。うん、まあそうですよね、まあ、三者監督があってのっていう、ベースがあって引き継いだ、うん、チームが、まあ、そういう要はフォーメーションだったんですね。でそれでもちろん結果を出されて素晴らしい結果を残したんですけど、指導者ってだってそれだけじゃないですから。そうですね、森保さんもねいろんなとこ行って勉強されてますし、で基本的にサッカーっていうのは選手がいて成り立ってて、チームは選手がいて作られますから、誰がいてっていうところから見なきゃいけないし、で代表チームだと基本的に準備する時間がアンダよりなお少なくなりますよ ね、 そうですね、そうだからやっぱりそれぞれの選手ができるだけスムースにこうプレーできる場所に置くっていうことが逆に言うとこうマストな条件になると思うんで、そういう意味では多分ワールドカップの時に、まあ、西野さんと一緒に仕事して、まあ、フォーバックっていうところもいろいろ多分感じた部分はあるんじゃないかなっていうのもありますし、そこの部分を少しこううまくつなげていくっていうところも含めて、まあ、現状これでいくんじゃないかなと、まあ、あとはいよいよだからそういう意味では公式戦ですから、このタイトルがかかる公式戦なんで相手もいろんなことしてくるはずなんですよ、うんうん、その時にどうかですね。それでいうとまあ、1分けのベネズエラ戦は、はいはい、結構日本はまあボールは持ってるけどちょっと前線のなんすかですこの躍動していた選手たちのやっぱりスペースがあまりないと、うん、その仕掛けられないみたいな感じに僕は見えたんですけども、戸田さんあれですよね、現地で解説も、はい、されていたと思うんですけど、まあやっぱりオーストラリアとか韓国とか見てもある程度日本がボールを持って攻めるっていう時間帯がまあ長くなると思うんですけども、まあ、そこでどうやって崩すのかっていうところにはやっぱなってきますかね。相手がどこにいるかっていうのと、はい、相手の守備の1列目と2列目の人数がどうかっていうのと、基本的にこう最終ラインと中盤のところで数的位作ってボールを動かした時に入れるわけですね、はい、だこの形ができるかどうかっていうのが多分、うん、できた試合はうまくいったし、うまくいったというかそう見えてたと思うんですけど、確かに下がられた時にどうするのかなとか、うん、極端に下がったチームはなかったですかね。ああ、はい、そこまでは、はい、逆に言うと割とこう正々堂々向かってきてくれたんでスペースがあるから入れやすいってとこあったと思いますけど、ただ韓国とか、まあオーストラリア、はい、オーストラリアに関してはちょっと個人的には懐疑的ですけど、イランでテストマッチだとサウジアラビアも良かったんで、こういう国と戦った時に、まあ、逆に言うと主導権争いになると思うんで、はい、どちらかが守備で入るっていうよりはボール奪いや展開になると思いますから、うん、そういう試合の方がプレーはしやすい可能性はあるし、まあ、あとは予選グループのところで特に初戦なんか情報あんまないと思いますから、はい、僕も一生懸命情報集めてても、はい、そこまでないんで、だすごくそういう意味ではきちっと自陣に構えられて、で相当強度出されて
タイトに守られた時に確かにどうするのかなっていうのはありますけど、まあ、そういう時にやっぱり頼りになるのは一発でやっぱり打開できるっていうところですか、まあ、ある程度やっぱりボールしっかりその どこからどこに動かすっていうのは大事ですけど、だからその相手相手っていうのがこうワードとして出てきた時に入っていく場所を開けなきゃいけないんで、開けるためのことをいろんなことしなきゃいけませんから、まあまあ青山も万全なら彼もそうなんでしょうけど、すごく重要になるんじゃないですかね。あとちょっと触れちゃいましたけども、はい、やっぱり今大会からちょっとレギュレーションっていうとか、まあ、若干変わって、まあこれまでのアジアの大会と、まあ比べるとそのやっぱ主要国が、まあ、増えて、まあ、3位でもなんなら突破できる可能性があるみたいな、はい、感じになって、まあ、決勝行くと、まあ、最大で6試合から7試合増えたっていう、はい、このやっぱりプラス1っていうのは大きいですか。まあ負担は大きいですよね。まあ同じ人数でやってますから、ね、僕はワールドカップの時は4だから、はい、あ、はい、そう読んでもヘロヘロだったんで、あ、なるほど、はい、やっぱその一つ一つの試合にやっぱ費やすこのエネルギーとか思いの大きさが代表になると変わってくるので大変だと思いますけど、だからこそそういう意味では総力戦だと思いますね、うん、そうですね、はい、まあ、それこそ2011年大会とかはまあ優勝しましたけど、やっぱりあこの選手ここで点取ってくれたみたいな感じで、はい、まあ、細貝選手とか、うん、井上選手みたいな、そういったところですよね、まあ、チームの総合力っていうところが、はい、まあ、大事になるかなと思いますね、はい、まあ、そしてまあアジアカップでは、まあ、戸田さんもすでにやられていらっしゃいますけども、裏解説、はい、アジアカップもやられると、はいはい、いうことなんですけども、まあ、初めての僕のほらいよいよ明日から顔出しの生活が始まるので、はい、ちょうどいいなんかこう練習になってます。なるほど。中継、生放送のあれは多分されてると思うんですけど、はい、こういった番組ってあんまりないですか。顔出しが苦手ですね。あ、そうなんですか。はい、じゃあちょっとまあ明日、ビジュアルに自信がありません。まあ僕も全然なんですけど、はい、はい、まあ、裏解説っていうところ、まあ、改めて知らないよっていう方もいらっしゃると思うんで、ちょっと戸田さんからご説明いただければと思うんですけど、はい、まあ、簡単に言うとあれですね、副音声的なものだと思います、はい、で試合の映像がない、現地の音声もありませんと、はい、で基本的にそのテレビで流れている試合に対して、まあ、僕と戸田和之と、まあ、基本的にもう一人になりますかね、はい、僕今回一人でやる試合もあるんですけど、あ、そうなんですか、はい、今実況一人喋りっていう時代になりましたから、あ、そうですね、 FA カップとか解説一人喋りやってみようっていうのもあるんですけど、はい、だそういう意味では通常の中継に似てはいますけども、はい、映像はないと、はい、で副音声的なんですけど楽な話をするわけではないと、真逆ですっていう感じですね、はい、もう日頃のその中継の仕事以上にもっともっとそういう意味では、まあ、ボリュームも増えるんでしょうけど、はい、その試合で起きていることを全て言語化できるように、まあ、挑戦していくっていう感じですかね、はい、だから 見る人に対してもそういう意味ではより積極的な姿勢を求めるという、まあ、そういう意味ではちょっと新しいものかもしれません。今リンクが出ているのでちょっと興味ある方はぜひ見ていただきたいんですけども、はい、まあ、その裏解説をまあやる意義みたいなところもホームページでまとめられているんですけども、はいはい、我々コメスタっていう番組やってまして、うん、っていうのは代表戦の時は、まあ、我々は解説というよりかは、はい、皆さんが、まあ、やっぱり代表戦あると、うん、いろんな人に俺はこう見たけどどうみたいなところを、うん、まあ、やっぱ喋りたい方っていっぱいいると思うんで、はいはい、まあ、そういう場をちょっとなんですか提供するみたいな感じで、うん、まあ、チャットみたいな感じでやっているんですけども、はいはい、やっぱりかなり活発で本当いろんな方が議論されているので、うんうん、まあ、そういうところを、まあ、もっと我々も見ましたけど裏解説 の、はい、意義とかっていうところ、はいはい、まあ、本当それに、まあ、共感してというか、はい、まあ、やっぱりサッカー好きな人ってまだマイノリティだと思うんですよね、うん、そうですね、うん、はい、でしそのやっぱり普段の地上波の解説じゃちょっと、まあ、物足りないとか俺はこう思うんだけど、うん、みたいなところをもうちょっとなんか大きくしていく、うん、まあ、ネットですけど、うん、まあ、ですけどやっぱり戸田さんの解説がその裏解説が表になった時は絶対日本代表は強くなってるんですよね。わかんないですけど、うん、いや僕はただ単にもう一個あってもいいんじゃないかって思ってます。ああ、なるほど。地上波の中継があってね、うん、まあ、BS とか CS とか、はい、まあ、ネット配信のものがあって、うん、でも もう一個、まあ、例えば深掘りするとか、はい、もっと徹底的にその試合とサッカーについて、うん、話をする場所があってもいいんじゃないのっていうのが、うん、なかなかまだ現状この国ではないじゃないですか。そうですね、まあ、プレビューレビューっていう意味でもないんですけど、うんうん、例えば代表戦でも地上波の中継で僕も仕事してるからそこの中でもできるだけより多くの人にサッカーをこう楽しんでもらったり次も見てみたいって思ってもらえるように話はしますけど、うん、でもその試合だけだとなんか伝えられないことってありますよね。だから例えばよ、うん、
もう海外だったら試合の後にそのままレビューが入ってくるとかね、そうですね、そう、そういうのがもう一般的なんですけど、うん、まだなかなかこう日本だとそこまではできない現状もあるんでしょうし、僕の場合はそうですね、なんかこうもう真面目にサッカー話すことに慣れちゃってるんで、ふざけられないなるほど、ふざけるものでもないですけども、うん、まあそうですね、でまあこういう形でこう自分も仕事をさせてもらってきた時に、うん、5年目になってそう感じたんです、あ、もう一個あってもいいなとか、うん、やってみたいなって、だからこれリスクなんで基本的に、うん、やること自体がリスクですから、だって人が集まんなかったらもうそれだけで自分の評価がガタ落ちなんで、だそういう意味では怖さもありましたけど、まあなんとか一度目がこう成功に終わったんで、うん、もう一回やりたいなって思ったし、あの何でしょうね、中継っていう形で聞かれるとうるさいなってなるかもしれないです。もっとこう間を楽しみたいとか、ああ、はい、ただそうじゃなくて僕はもうそこで起こってることをできるだけあの正確に伝えたいっていうことで始めたものなんで、まあ、ちょっとその中継とはまた違うっていう意味では面白いかもしれませんし、まあ、明日に関してはその下田恒彦さんっていう、はい、あれですね、ヨーロッパサッカーとか J リーグ中継とかを見てきた人は皆さん分かると思いますけど、この番組も出ていた、あ、本当ですか、はい、プロ中のプロなんで、はい、その人と一緒に明日は配信をしますし、はい、さっき僕も下田さんに会ってきたんですけど、あ、はい、緊張しておりました、ね、またスタジアムで実況っていうかまた喋るのとちょっと違いますよね、はいはい、あと顔が出ることに対して恐れを抱いてました、あ、やっぱ実況者の方もやっぱりそういうのあるんですかね、はい、だから顔出すのやめましょうかみたいな話そうです、はい、他にもあの岩瀬さん、はい、レイソルで、昨シーズンは、はい、残り2試合でしたけども、指揮を取られたケンさんは僕の S 級の同期です、はい、あ、そうなんですね、はいはい、だからもう先生だったんです、僕未だに先生ですけど、あ、そうなんです、ね、ずーっとくっついてました、僕あの最終節のレイソル対ガンバ取材行ったんですけども、はいはい、ずっとピッチの裏に立って、はい、めちゃめちゃ細かくあの選手指示を送ってるなっていうのがすごい印象的で、はい、そうだからあの、はい、覚えておいてもらいたいのはテクニカルエンに出て、はい、ああだこうだやってる指導者って実はそんなに多くないんですけど、それやっちゃう人っていうのは逆にそれだけあるってことです、あ、なるほど、はい、頭の中にちゃんとありますし、ビジョンがその現象を見た時にもう自分の中にその、ね、現象に対する理解があったりとか、うん、その改善策がちゃんともう持ててたりするんで選手に伝えようとするっていう、うん、だそういう意味ではそうですね、ケンさんなんかは素晴らしい指導者だと思います、はい、うん、そしてまあ中西さん、まあ、カトルセとかでも佐藤さんと一緒にやってらっしゃいますけども、はい、はい、で、まあ、裏解説行っていくと、はい、あそこにね、はい、下田さん点決めた時叫んでほしいって書いてあるんですが、はい、でその話をしたんですよ、その顔出ししてる時に、はい、なんか叫びづらいっていう、こうなっちゃうのかっていう、顔が映ってるわけじゃないですか、はい、普段の僕らの中継って顔映ってないですよ、そうですね、だからそこを気にしないで実況の人もこう入っていけるんですけど、はい、要はずっと見られてるわけじゃないですか、はい、だからじゃあ下田さんあの試合中は顔出しやめますかってことにこの辺で今なってま す, そうです、試合前とあのハーフタイムと後だけこう2人で映って、試合中は僕だけ1人映るっていうことになるかもしれません、あ、そうなんです、ね、だその方が下田さんの色が出るんだったら、はい、僕はそうします、はい、まあ、コメントあったんですけど、うん、どうやって見るのっていうようなコメントも来てますけど、あの、まあ、どうやって裏解説見るのっていうのは、とりあえず明日に関しては、はい、自分の YouTube チャンネルみたいに一応作ったん で,、はい、でそこに過去のアーカイブも出してあるんですけど、はい、そこで配信します、はいはい、で初戦は初回が無料、明日はもう初回っていうか、はい、トルクメニスタン戦はそうですね、はい、はい、で、まあ、継続的に見たいよっていう方は、はい、まあ、チケットっていうんですか、はい、そうですね、なんか何でしょう、やっぱりこう新しいコンテンツを、まあ、自分で立ち上げたんですけど、はい、結局力貸してくれる仲間がいるじゃないですか、はい、だからその人たちに善意でこう頼むことは、まあ、できませんし、うん、それはしちゃいけないと思ってるの で, そうです、ね、であとプロの人をやっぱりちゃんとこう集めて、はい、コンテンツを作ってこう提供するので、だそれを大胆にもその視聴者の方に直接一人一人からこう頂戴する形をとって、ということは見る側もですね、自分でこう払うわけじゃないですか、はい、その一つの試合とか今回だったら6試合なんですけど、だ見る側もそういう意味ではグワッと入ってくるんで、ほんとこっちももっとやんなきゃって気持ちにもなりますし、うん、でそれがまあ有料になると基本的にクローズの空間になるので、まあそのこれもそうですけど、はい、不特定多数の人が見られるものよりもっと自分の話す内容が鋭くなったりはします、うんうん、あ、これはちょっと公共の電波だと載せられないなっていう
話もあります。やっぱ試合見てる時ここまで言い切っちゃいたいと思っても言わない方がいいなっていうこともありますけど、まあ有料のコンテンツに関してはそれは僕も全部外すんで、あの言い方が雑になるとかじゃなくて本当にこうこの場面言わなきゃなってことは全部言いますし、まあそういう意味では何でしょう、あっていいけど今までなかったものだと思いますし、ありそうでなかったものだと思うんで、そういう意味では今はもう情報はあの見る側が選んだり、まあ僕らも選ばれる側になってきてると思うので、僕もそういう意味では思い切ってこう挑戦をしてますし、まあ一緒になんかこういう意味ではサッカーをもっともっとこう熱意を持って、まあ見たり語ったりできる空間になればいいなとは思ってますけど、まあ無料見ていただいてなんか検討してもらえればいいかなとは思います。まあかなり今もまあ大会これまあ日本は明日ですけども、かなり好調ということで、あの売れ行きはかなりもう前回は超えました。すでになるほど、まだ始まってないですけどね、そうなんです、それはすごく嬉しいですね、ありがたいですけど、その分どん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 こう重たいものがのしかかってきますからなるほど、しっかりやらなきゃなって気持ちにはなります、ということでちょっともう時間ももう気づけばあと1時間くらい、もう経つっていうような感じなんですけども、ちょっと5分10分ではあるんですけども、ちょっと皆さんに、まあ、戸田さんにいろいろ聞きたいこととか質問とかがあれば、ちょっと戸田さんテンションはポップでいてくれってどういうことですかね。どういう感じですかね。ポップ、まあ、ポップも難しいですよね。もっとポップしてるんですか。もう41歳になりましたんで帽子かぶって、はい、自宅だとちょっとポップなんですけど、はい、まあ、これぐらいで完備してくださいみたいなね、あのコメント来てますけども、あの SQ も取られたということで、いずれ現場でみたいな質問も来てますけど、指導者はもう大目標です、はい、間違いなくいきます、はい、ただまあ自分の場合は選手終わった時に一回フリーの立場を選んで、より広くとかもう一回勉強し直すとか、でその立場でここまでやってきたん で、で解説業も何でしょう、向いてるなと思います、口が達者なんでやっぱりそれあれですよね、現役時代からある程度なんやれるそうだなじゃないですけど、こういうのはちょっと得意だなみたいなところってあったんですか。言葉は大事にしてたつもりです、プレイヤーとしてもそうですし、プレーするためのコミュニケーションも大事にしてたつもりなん で自分なりに一生懸命サッカーも見て勉強しましたし、だから僕はあの赤いモヒカンのね、いるじゃないですか、僕がいるんですけど、あれも僕なんですけども、その根底にある自分っていうのはこっちなんですよっていう感じだったので、ある時期に突然変異的にああいうものは出ましたけど、ね、まあいろんな理由があってこうなりましたけど、いろんな理由、あの奥底にあるのはこれなんです、ここ今なんですね、だそういうのをしっかりこう何でしょう、提示することでよりこう自分自身を自分が考える自分として認識してもらえるかなっていうのもあったし、でもう選手やってる最中に指導者に行くっていうのも分かってたんで僕は、だそこにも向かっていくっていう意味と、サッカーのフィールドの中で自分がやっぱりこう返していきたいこともあったし、できることを探して、まあ、解説業っていうのを一つ自分の中ではよしってこう狙い定めてやってきましたから、だから自分の中では両方すごく大事なものとしては考えてますし、ただまあゆくゆくというかもう時期にそちら側のフィールドにはえいって感じでいくと思います、ちょっとコメントでいくつかあったんですけども、やっぱりちょっと今日の話題が J リーグでいうと、中澤選手が引退、そして、楢崎選手が引退ということで、ちょっと今日せっかく戸田さんに来ていただいてるんですけども、二人の引退はどうですか。まあでも年齢で考えたらね、僕が41なんで、ユージも一緒ですし、楢さん一つ上ですし、逆に言うとこの年齢までその第一線でずっとプレーしたこと自体がもう驚異的なことですから、寂しいものではないと思いますけど、それだけこうサッカー界と要は彼らを応援した人たちに対して残したものが大きいですから、寂しさみたいなのはあるかもしれませんけど、まあ十分よくやったって言い方が正しいか分かりませんけど、もう本当にそういう意味ではありがとうでいいと思いますし、まあ最後の方はもうユージなんかは常にテーピングぐるぐる巻きで満身創痍でやったと思いますけども、まあ、そういう意味ではね、弱みみたいな見せない振る舞いと、まあ、年々そういう意味ではなんだろうな、ポジショニングも含めてマメになっていきましたし、すごく頭使ってプレーするクレバーなディフェンダーになったんじゃないですかね、
だから彼が今後どういう道に行くのかっていうのはすごく興味はありますし、そうですよね、うん、まあ、これだけキャリアのある選手なので、まあ、もちろんマリノスですけど、代表チームっていうところでも、はい、やっぱアジアカップ中澤選手に救われたみたいな試合もありましたし、ね、ちょっとそこが楽しみです、ね、やっぱね、これだけなんでしょう、上背があって動けるディエンダーっていなかったですから、はいはい、だそういう意味では彼のこう出現っていうのはちょっと日本サッカーを変えた部分はあると思いますし、そういう意味、まあだから彼とそうだな、トゥーリオのやっぱ2センターバックっていうのがまた日本を一つなんか引き上げたところはあると思いますね、うんうん、やっぱ2010年かなり守備的な戦い方になりましたが、やっぱこの2人が真ん中にいる安心感みたいなってありました、ね、ありましたよね、うん、他ちょっとコメント来てたんですけど、その欧州サッカーのところでなんか注目してるチームとか選手とかいますかみたいなコメントが結構多いなと思ったんですけども、まあ、かなりいろんなリーグ、プレミアがでも多いですかね。基本そうですね、プレミアが基本多くて、はい、あとはブンデスリーガーを、はい、うん、スカパーさんでやらせてもらって、基本これぐらいで手一杯になるんですけど、はい、欲張りなんで、はい、ラリーガーをちょいっと入ったりとか、はいはい、セリエもちょいっと入ったりとかしますけども、まあ、やっぱり各国各リーグ、はい、やっぱり特色はちょっと変わってきますし、監督のねキャラクターも選手のキャラクターも変わるんで、それぞれ見るだけでもすごく自分にとってはインプットの作業としては大きいですね、うん、勉強になりますよ、うん、まあ、あとね、あのダゾーンではこれからフランスリーグで庄司選手も行きましたし、はい、そうですね、はい、うん、まあ、チャンピオンズリーグも、来月ですか、もう早くも、うん、またこれも楽しみな組み合わせもありますけど、今シーズンはパリじゃないかなと。おお、はい、その根拠はあります。いやだ、はい、トーマス・トゥヘルが言ったじゃないですか、はい、で直接会ってね話した経験はないですけども、はい、いや相当だと思うんですよ、知識レベルは、まあ、戦術家っていうか、ね、もうマニアだっていうぐらい行き切った人だと思うんですね、うん、だそれが程よくチームに入ってる感じがします。で選手の質は驚くほど高いん で、うん、で僕は11月の末にパリとリバプールの試合も現地で見ましたけども、はい、リバプールはもう見事に空転させられてましたから、でそういう意味では、うん、なんか指導者のこう色が入る度合いでチームって変わると思うんですけど、はい、だから来シーズンになっちゃうとひょっとするとトゥエルの色が入りすぎた時にネイマールがとかあるかもしれないんですけど、はい、僕が見たそのパリとリバプールの時はネイマールは守備の局面はきちっと左のサイドハーフで守備はしてましたから、それは相手がリバプールだからなんですけど、でそういうのがきちんとその全体 の、 その相手に対して効果的なポジションが取れた中で攻守を行うと か、そういうところに関してはもうめちゃくちゃ優秀だと思うんで、うん、それが時にドルトムントの時なんかだとこう頭の中でこう考えることが行き過ぎちゃって、ちょっと選手がこうついていけないようなところはあったと思いますけど、そういう意味ではすごくバランスがよく見えました、うんうん、強いです。まあ、かなりいろんな試行錯誤、まあ、シーズン序盤なんかはいろんな布陣やったりとか、うん、いろんな選手いろんなとこ配置したりっていうの、うん、ところを、まあ、徐々に固められつつあるっていうところですかね、はい、チャンピオンズリーグ。やっぱりいろいろやりすぎちゃうと選手の気持ちからすると引っかき回されてる感じが出ちゃうので、そういう意味ではすごくこう選手のことをリスペクトするっていうところは持たなきゃいけないですけど、でもその反面その試合に勝つためには試合ごとにちょっと変えなきゃいけない部分もあると思うんで、はい、だそこで指導者のやっぱり力量は問われると思いますけど、そういう意味では今のパリはすごくいいかなと、うんうん、そういう意味ではウナエメリがパリの監督やってる時は逆に言うと彼の特徴が出せなかった、出しきれなかった感じがあったんで、うん、今シーズンはパリはいいんじゃないですか、うん、あとは僕まだちょっと見てないですけど、はい、ハリオジさんが何と言ってから、ああそうですね、その結果が出てるから、はい、あこれはチェックしとかなきゃなとは思います。庄司選手も行きますし、坂井選手ももちろんですし、はい、川島選手も、ね、いますからね、うん、はい、ちょっと J リーグのことも聞きたいみたいなコメントが来てるんですけども、はい、神戸どうですかみたいな、いや面白いです、ね、そういうクラブが出てきていいんですよ、はい、ヴィッセルは、まあ、ちょっと一時期は、うんうん、ちょっと怪しい時期もありましたけども、はい、まあ、最終的に立て直して、10位ですか、はい、昨シーズンですし、やっぱりビジャ選手が加入するっていうのもビッグニュースですし、うん、あの現場からこうクラブを変えていこうとしてるから難しいんですよね。あのきちんとビジョンがあった上でこう作ってきたわけじゃなくて、その一番ピラミッドの上のところから結構強引に変えようとしたから難しい時期はありましたけど、まあ、乗り切ったじゃないですか、はい、ね、J1 にもちゃんと残留して、
でまたトッププレイヤーが来て、はい、日本人選手も西ですよね、来ましたね、はい、だそういう選手が入って、で今度はもう一回あのプレシーズンからしっかりチームが作れますから、はい、でやっぱりそれぐらいなんでしょう、インパクトのある、もしくはあのお金もある、そうですね、いわゆるビッグクラブって呼ばれるものがあって良いと考えてますので、はい、このアメリカツアーっていうのも今まで聞いたことないですよね、いや本当そうですよ、だからそれはもう、ね、楽天だからできることかもしれませんし、うん、そこに誰がいるかでそういうカードが組めるってことなので、うん、で例えばイニエスタがプレーするだけで 彼からまた世界に J リーグがどん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 こう発信されるわけですから、でイニエスタがここはいい国だとかいいリーグだって言ってくれたらもうそれ以上のプロモーションないです。そういう意味で本当に素晴らしい選手に来てもらったと思いますし、シーズン終盤になってやっぱりねパフォーマンス上がってたんですよ、やっぱ夏場きついと思うんで、そういう意味ではイニエスタだけ考えても新シーズンの方が楽しみかなと、うん、まあ、1年間フルでっていうところもちょっと楽しみですよね、まあ、夏に来てちょっとイレギュラーな形で加入っていうようなでしたし、でも神戸をチンチンにぶち破ったのは川崎ですから、はい、あの五代さんのそうです僕は現地で中継担当しましたけどね、はい、だから今度はじゃあ例えば川崎が ACL でどこまで戦えるのかっていうのは、今2回連続 J リーグ勝ってますけど、はい、これすごくポジティブなことなんで、やっぱ国内だけじゃなくてアジアでしっかりこうあの結果残すっていうのがアジアの中での日本のこう立ち位置をやっぱ上げてくれると思うんで、うん、そういう意味ではチャンピオンチームがどれぐらいやってくれるのかも楽しみですね、はい、うん、ちょっとラストすいませんもう時間もあれなんで、はい、1問ぐらいにしたいんですけども、何か戸田さんに伺いたいこと、まあ、J リーグでも海外でも、うん、まあ、アジアカップではもちろんいいですけど、どうでしょうかね、まあ、そうですね、まあ、戸田さんの今後にちょっと期待する方も結構多いよ。そうですか。尊敬する指揮官、うん、吉田達磨。おお、うん。吉田監督もまあかなり今特殊というか、まああのゴールキックはつないでいくとか、まあそういったところでかなり色のある戦術をする。まあ、育成で基本的に、ま、うん、あのねすごくこう実績残された、はい、あのレベルの高い指導者だと思いますし、うんうん、僕はあのだから達磨さんが甲府で監督やってる時は。月に2回ぐらい通ってたんですよ。ああ試合ですか。練習、あ練習、練習を見て、はい、で終わった後にちょっと話させてもらうとか、ああいやお茶誘ってくんないかなとか最終的にはあの食事、ね、一緒にさせてもらうところまで持ち込みましたけどまあ自分でやっぱりねあの見たいものは足運んで、うん、あの勉強しなきゃいけないし、ただ知識レベルも素晴らしいですし、トレーニングが何よりすごい素晴らしかったな。あこのチームはっていうのは分かる練習だし、で試合に向けてのヒント、そういう意味では準備も行えてたんで、あのトップで勝つっていうのはいろんな要素がどうしてもこう絡み合ってくるんで、育成とはやっぱり違うと思いますし、そういう難しさはあったと思いますけど、僕にとってはまあ岩瀬健もそうですし、吉田達磨さんっていうのはまあ先生ですね。うん、ちょっともう時間もあれですけど、あの最後の質問、うん、また来てくれますかっていう、まあ戸田さんちょっともう、もうまたもう見たいっていう方が、はい、あの続出しているので、ちょっとぜひまたサッカーキング呼ばれたら来ていただいて、はい、来ますよ、はい、まあ、あとアジアカップでは裏解説っていうところもありますし、はい、もちろん、ね、まあ、明日まずは、はい、一度なんでしょう、多分まだ見たことない人いっぱいいると思うんで、はい、ちょろっと覗いていただければなと、はい、明日無料ですので、はい、お願いします、ぜひ、ね、はい、はい、というところで過ぎましたので、ちょっとここら辺ですいません、たくさんコメント来ているので申し訳ないんですけども、はい、はい、ありがとうございます、いただきます、はい、はい、ニコ生の方で広告を、はい、結婚してます、あ結婚してます、はい、お子さんもね3人います、はい、息子受験です、お大変です、はい、なるほど、はい、もう来月とかそうですよ、それぐらいですよね、はい、ニコ生で広告をたくさんいただいてまして、うん、まあ、あのこの番組を宣伝してくれる方ですね、はい、はい、じゅんさん、よそさん、マスク着用のあばれ八着さん、今年もよろしくお願いしますといただいております。パパって出てますけど、まあ、まあ確かにパパだな、はい、ジェラードさん、キャリックさん、後から見られますかって、多分裏解説のことだと思うんで、あ見られます、はい、YouTube でアーカイブされる、はい、残りますね、はい、はい、で有料で購入していただく方も、はい、ずっとアーカイブは残るんで、あはいはい、途中からでも可能です。Facebook の方も残るんですね。そうです、はい、
僕まだウルグアイ戦もだって残してますもん。あ、そうなんですね。その後いっぱい出したんですよ、いろんなこと。あ、はい、その中に試合だけじゃなくて琉球戦の何ですかね、そのレビューみたいなの出した、ね、それは今の新しい方に出します。あ、はい、はい、うん、だから大会に関する情報もいくつか出すつもりなんで、まあまあ全試合見るっていうところで言うと大会の傾向とかアジアのサッカーについての話もまあできるかなと思うんで、まあ、出演者の人に協力してもらって、またそのさっき言われたその対談的なね、はい、話も多分動画で出しますし、まあ、あの2000円払ってみるっていう意味ではすごく高いと思うんですけど、はい、まあ、高いんで逆に言うとよじ登ってきていただくと、まあ、今までとはちょっと違う景色が見られるかもしれないので、はい、まあ、ご検討いただければなと思います。はい、すみません、ちょっと前後してしまうんですが、はい、YouTube 戸田さんイケメンだし話も分かりやすいから最高です、ありがとうございます。またゲスト来てください。まあ、イケメンじゃないですが来てみます。はい、すいません、ちょっとニコ生の広告、ジャークさん、ついに戸田さん登場といただいております。柳沢さん、鈴木にとえさん、赤神さん必見さんと、うん、アジアの卵焼きさん、はい、ベガベガさん、デメトリオさん、今夜もノーコーナートーク楽しみしてますと、ストーブリーグを眺めたいさん、眺めたいさん、はい、日本サッカー解説に旋風を巻き起こす戸田さんあるあるといただいております。花毛さん、ベガベガさん、ボルベッチさん、正月気分はアジアカップで吹き飛ばそうと、うん、はい、いうことでもね、明日はついに初戦ですから、はい、というわけで、はい、あ、改めてこちらあの戸田さんの YouTube の方も、はい、すみません、リンク出ていますので、ありがとうございます。はい、戸田さん最後に告知、はい、まあ裏解説もそうですけど今週末は、シティ対ウルブスということで、そうですね、はい、ちょっと1月は何でしょう、アジアカップのこの裏解説に、はい、尋常じゃないこうエネルギーを費やしているので、はい、ちょっと仕事を何でしょうセーブしちゃって今しますけど、はい、14日かな、はい、はい、マンチェスターシティ対ウルバーハンプトン、はい、はい、そちらもやります。ウルズ今日リバプールにも、ね、勝ちましたからね、うん、楽しみですね、はい、じゃあ最後すみません番組からの告知なんですけども、明日はサッカーライターの北条聡さんが生出演ということで、まあ、いよいよ明日に迫りましたトルクメニスタン戦、そしてまあアジアカップ、まあ、全体の話など、伺っていければと思います。で10日は、ラグビー元日本代表の、菊谷隆さん、そして、トレーナーの山本周平さんに聞く、運動神経アップ術ということで、木曜日はかなりアカデミック会になりつつあるので、うん、ぜひ皆さん見ていただければと、思います。そして、今週金曜日は、ヴィッセル神戸那須選手が生出演ということで、那須選手も今あの動画の活動を、あれ面白いですよね、だって歌とか歌ってません、はい、あれびっくりしましたね、 あれを見て俺もって思わなかったです、ね、僕はやめときますけど、なんかまあ新しいことやってますよね、そうですね、昨日もその YouTuber とフットサル対決と か、はい、なんかボーリング対決と か、 なんかダーツ対決とか、うん、もう本当すごいいろんな活動をされてらっしゃるので、うん、ちょっとそこら辺の、斬新ですよね、斬新で今までなかなかいなかったこの J リーが、うんうん、はい、なのでちょっと那須選手、まあ、もちろんキャリアのお話とか、まあ、ヴィッセル神戸の、話も、伺えればと思っております。はい、すいません、あとサッカーキング、あの戸田さんに裏解説を告知していただいたあたり申し訳ないんですけど、我々もあのコメスタというのを、はい、あのやっておりますので、ぜひ皆さん見れる方見ていただければと、情報は選ぶ時代ですか、そうですね、はい、はい、思いますし、チャンネル登録まだの方ぜひサッカーキングチャンネル登録をお願いします。はい、というわけで1時間10分ほどでしたけども、もう終わりましたか、はい、うん、こういった番組いかがでした今日、まあ、顔が出る以外はすごく楽しかったですね顔が疲れます、あの我々一応夜放送でラジオ形式みたいなやつやってるんですけど、はい、ちょっとまたそれで顔出ないですけどね、はいはい、お話だけだったらいくらでも、はい、はい、ということでまたね、ちょっとすみません、あの質問コーナーとかをねもうちょっと長く取ればよかったじゃないかってごめんなさい、ちょっと僕も思ってるんですけど、また、はい、ぜひ戸田さん来ていただいた時には皆さんぜひコメントで、はい、参加していただければと思います。はい、というわけで1時間ちょっとご視聴ありがとうございました。はい、というわけでまた明日お会いしましょう、はい、さようなら、戸田さんありがとうございました、ありがとうございました。